企業塾ホリスティックマジックを主催している中島智美です。今日は珍しくじゃーん、ホワイトボードがあるんですけれども、今日はですね、ブログを書く時のじゃん、文字色のコツについて皆さんにお話をしたいと思います。イエーイ。はい、ということで、まあ、ホワイトボード使ってブログのね説明をするのもなんか違和感あるんですけれども、基本的に皆さんブログを書く時に文字色何色使っているでしょうかというところで、あなたに質問なんですが、ブログを書くとき基本的にはね、文字色って大体3色ぐらい、3色もあれば十分ですっていうところで、それぞれのね色について説明をしようかなと思うんですが、まあ、まず絶対的に必要なのはもちろん黒ですよね。まあ、濃いグレーとか何でもいいんですけれども、まあ、黒でもちろん本文書きます、本文書きますよね。で、大事なところ、強調したいところをよくね、3から5色ぐらい使って表現する方いるんですけれども、大切なところはあのね、そんなに色使わなくていいですよ。大切な部分、大切な部分を書くときは、まあ、例えば今ね、私が赤ペン使っていますけれども、赤とかだったり、実際私がアメブロ、あ、よかったら私のアメブロリンクに貼っているので見ていてくださいね。私のブログは大事なところ濃いピンクにしていますが、まあ、紫とかオレンジとか、まあ、何色でもいいんですけれども、大切なところ、強調したいところっていうのは、まあ、皆さん自身の、あなた自身の好きな色を多くてもね 1,2 色にしてください。字が汚くて申し訳ない。大事なところを書くときは多くても 1,2 色、赤となんちゃらとかピンクとオレンジとか、だいたい多くても2色ぐらいにしていただきたいです。というのも、これね、意外と知らない方いるんですけど、ブログであんまりにもいろんな色を使いすぎるとすごいね、シンプルなイメージになっちゃうんですよね。ちょっと子供っぽい、情報が安っぽく見られてしまうことにつながりやすいので、なるべく大切なところ、強調したいところっていうのは、まあ、好きな色2色で構いませんので、多くても2色ぐらいに留めておくといいかなと思います。そして最後、青色、青色が特別な色なので、これもね覚えておいてほしいんですけれども、ブログで青色を使うとき何に使ってほしいかというと、リンク、まあ、要は URL を貼るときは青文字で書くようにしてください。これ、このね YouTube、あ、最後まで見てくださいね。この YouTube が見終わった後に、ぜひ Google とか Yahoo で、あなたのスマートフォンとかパソコンで、なんだ、例えば渋谷カフェとか、なんか恵比寿脱毛とかで調べてほしいんですけれども、そうすると、バーって出てきた検索結果のページ、リンクを押して URL を押して飛べるところって全部、青文字になってるんですよ。Google と Yahoo、検索結果の画面。URL を押すと、ボタンを押すと飛べるところって全部青文字になってるんですね。なので私たち人間の脳っていうのは、無意識に青文字イコールリンク、青文字イコール何かに飛ぶところだっていう風に植え付けられて、自然とね植え付けられてしまっているので、あなたのブログもリンク貼ってる時によくピンク色とか赤とか色変えてくださってる方いるんですけれども、リンクは青文字で書くとクリック率が上がります。反応率が上がるっていうところで、 URL は必ず青、そして本文は黒とか濃いグレー使います。で、あとはまあ 1,2 色大切なところ、色文字使うといいでしょうというところで、今日はまあせっかくちょっとホワイトボードがねあるところでお話ができたので、そんなブログに使える色文字のお話をさせていただきました。ぜひあなたもね、ブログもう書いてるよっていう場合は、この色文字の効果、色の効果っていうのもブログに反映させていただくとすごく面白いと思います。それでは今日のブログじゃないな、 YouTube か今日の YouTube も面白い、役に立ったと思っていただけましたら、ぜひグッド、いいねの評価と、私の YouTube もチャンネル登録をぜひお願いいたします。それでは今日の動画もご覧いただきありがとうございました。